メタノバクテリウムズナは古細菌、ユリア・アキオータモンに属するナの一つであり、動物の消化器官、熱水栓、下水、故障、その他広い淡水系に分布するメタン菌である。メタノバクテリアという学名が付けられているが、これは命名上の優先権のあるメサノバクテリアムのためであり、本校は細菌ではなく古細菌である。多くは、 グラム陽性で運動性を持たない肝菌であり、水素と二酸化炭素をかして、メタンを生成することで増殖する。一部の種は、肥酸、メタノール、プロパノールなども利用できる。分離源は、比較的多様で、メタノバクテリウム化は、脊椎動物や白アリの消化器官、深い地下水、下水、水田、故障の沈殿物など、 メタノテルムス化は熱水泉より分離された。メタンを生成することで、嫌気条件における有機物分解の最終段階を担っている。人間の高校や結腸から検出される腸内古細菌としてのメタン菌もそのほとんどがメタノバクテリウム化に属している。細胞壁はシュードムレーンと呼ばれるトーペプチドよりなるが、 これは、メタノバクテリウムズナと禁煙のメタノピュールスズナのみの特徴であり、他の古細菌や新生細菌はこの構造を持たない。このため、古細菌の中では、例外的にグラム陽性に染色される。メタノピュールスズナも同様のグラム陽性岩菌であるが、メタノピュールスズナに属す生物はいずれも摂氏100度を大きく超える温度で増殖が可能なのに対し、 メタノバクテリウムズナは最高でもメサナサーマスソシャビリスの摂取97度が限界であり、生育温度で区別がつけられる。シュードムレイン自体は新生細菌の細胞壁、ムレインに類似しており、ムレインと同じように機械的強度が強く細胞に、浸透圧変化に対する抵抗性を持たせるが、その構造と合成系の違いによりベータラクタム系、抗生物質やリゾチームの作用は受けない。 ありがとうございます。